では、セッション1234、渡辺さんによるエッジアニメートのお話です。どうぞよろしくお願いします。はい、拍手ありがとうございます。お願いします。はい、皆さんこんばんは。私の方からですね、HTML5、ですね、アニメーションを、制作するエッジアニメイトというツールをですねご紹介させていただきたいと思います。今回、ご来場の皆様でですねエッジアニメイトのツールを使ったことがあるよとか、知ってるよとかいう方どれくらいいらっしゃいますかね。あ、結構たくさんいらっしゃいますね。この中で実際に使って、何かのプロジェクトを作ってみたとかそういうことのご経験ある方ってどのくらいいらっしゃいますでしょうか。あ、となると結構少なくなる感じですかね。エッジアニメイトはですね、ものすごく直感的にですねアニメーションを制作して、いける、ツールになっておりますので、ぜひですね今後もですね、実際のプロジェクトに、ぜひ使っていただいてですねその便利さとで今後どんどんHTML5 ですね普及してまいりますので、そちらの方で一度、チャレンジしてみていただきたいなと思います。ではですね早速始めていきたいと思います。はい、まずは自己紹介の方から、私渡辺と申しまして、株式会社スパイラルエッジの代表取締役、かつウェブデザイナーウェブプログラマーをやっております。池袋のですね、小さなオフィスでですね、毎日こじんまりと、クリエイティブを、制作しております。今回ご紹介させていただくのは先ほども申しました通りに、Adobe Edge Animate CC ですねに加えてですね、今回、スマートフォンとかですね、タブレットにおけるアニメーションですね、制作をしていくために便利な、Edge Inspect のご紹介も、簡単にさせていただければなと思います。私がですね、Adobe Edge Animate をですね、使って、今現在も、制作中のプロジェクトがございまして、アニメーションの、押井守監督、のですね、iPad 向けの、コミックアニメーション作品血まみれマイラブというものをですね、実際にエッジアニメイトを利用してですね制作しております。こちら、Apple Store のアップルストアじゃないですか、 App Store の方でですね、ダウンロードして iPad で、見ていただくことは可能ですので、ぜひこちらの方もご参考いただければと思います。はい、Edge Animate はですね、先ほども申し上げました通り HTML5 をベースにしてですね、まるでフラッシュのようなですねアニメーションを作っていくことができるツールになっております。これまで使っ、フラッシュを使ってですねアニメーションを作っていた経験がある方もしくはですね、フラッシュの経験はないけれども今後作っていきたいなと考えていらっしゃる方にはですね、とっておきのツールとなっております。ではですね、早速 Edge Animate のですねワークフローと、機能の説明をですね、簡単に、進めていきたいと思います。はい、Edge Animate のですね、画面構成は、このような形になっておりまして、基本的に、外部からの素材を、読み込むライブラリ、そのライブラリをですねステージに置いて、実際に配置していくエレメント、画面構成を表示するステージで、こちらフラッシュにもおなじみのタイムラインで、要素のですねサイズであるとか拡大とかあとフィルターといって、ぼかしをつけたりとかですねする機能を司るプロパティで、四角とかですね、テキストを直接打ったりとか丸の付けを置いたりとかすることができる、ツールという形になっています。ではですね一度ここまでですね、振り返ってみまして、実際に配置してみたいと思います。で、今回ですね、デモとしてですね、作っていきたいのは、こちらの簡単なアニメーションとなります。動きはとてもシンプルで、マウスを画面上の上でタップするだけで、ボールが転がるという感じのものを実際に作っていきたいと思います。まずですね、新規のプロジェクトを準備いたします。まだこちらの方は、空白ですね。こちらの方に実際にですね先ほどのボールとか背景画像とかを設置して、先ほどの動きのところまで持っていきたいと思います。まず、先にですね画像データを、
制作しておいてください。今回はこういったボールとか、背景画像ですね、こういったものを利用していきます。こちらを、用意していただいて、先ほどの H アニメイトのプロジェクトのファイルがこれだけあるんですけれども、こちらの中に、こういうふうにコピーしていきます。でですね、こちらの、先ほどのライブラリというところにですね、アセットというものがありますので、こちらに画像を入れていくんですけれども、こちらももう簡単で、使う画像をこのままステージ上に配置していただきますと、こういうふうにエレメントで、設置された素材が、出てきます。そしてこちらのライブラリの中にはフォルダー構成をそのまま維持したままですね、画像が登録されます。これを、もうステージ上で直感的にそのまま配置していきます。草は一番下、背景は、こういうふうにしてですね置いていきます。でちょっとステージのサイズが合わないのでちょっと調整します。まだ少し大きいですね。ちょっとお時間もないのでちょっとこのまま進めてみます。はい。で、続きましてボールがですね後ろに隠れているので、これをこのエレメントでですね階層構造を変更します。こういうふうに、今背景よりもボールの方を、上位レイヤーに持ってきましたので、こちらの方に出てきます。はい。ここまでいたしますとこういった感じで、表示されます。まだ動きとかも何もございません。これを、実際に動かしてみます。まずタイムライン上でですね、ボールの初期位置を設定して、こちらの赤いバーをですね0秒のところにセットします。その上でですね、こちらに XY という、ボールの位置を示す値がありますので、こちらを XY と、打っておきます。で、移動後の位置、例えば1秒後にですね先ほどの、場所に持っていきたいとしたときに、先ほどの、こちらの赤い場をですね1秒後のところに持ってきましてですね、もう一度、XY のところをクリックします。するとこういうふうにタイムライン上に、こういったマークがつきますので、この上でですね適当にこの辺りまで持ってきます。すると、自動的にこういった、緑のバーが、出てきますので、これでもうアニメーションは完了です。こちらで、保存して再生してみますと、こういった感じで、転がるようになります。でもまだちょっと、不自然な転がり方をいたしますので、こちらのですねバーを、クリックした状態ですね、あ、すいません、もう一度0秒まで持ってきまして、ですね、あれどこ行ったかな、回転というプロパティがあるんですが、あ、こちらですね、回転というものを押します。で、最後のところにも回転を持ってきましてですね、押しまして適当に、360度します。するとですねこういうふうに、バーを動かしてですね大体の動きを見ることができるんですけども、回転しているのが分かります。こちらを保存して、プレビューいたしますと、こういった感じに動くということになります。続きましてですね、もう一つの、画期的な機能、モーションパスについて、ご説明させていただきます。あ、ちょっと先に行っちゃいましたね。モーションパスはですね先ほど、座標軸をベースにしてですね、動かしていたものをですねもっと直感的に、ラインを書いてですねその通りに動かそうという機能です。こちらも、当時、リリース H アニメイトがリリースされたときはついていなかった機能なんですが、
こちらにつきましては、今、標準機能としてついておりまして、利用することが可能です。では先ほどのですね、まず、座標軸をセットした、ラインを消します。消します。で、こちらにですね、位置とサイズのところにモーションパスというのがありますので、こちらをにチェックを入れます。はい、このような状態になったときにですね、こちらの XY をもう一度、押して、で、1秒後にも、セットします。で、1秒後のところにこういうふうに持ってきましてですね、でこちらにラインが自動的に引かれますので、こちらを適当にこういうふうに引っ張ります。はい、こうすることによってですね、こういうようなアニメーションを描くことができました。でこちらを保存して、プレビューいたしますと、こういった形で、アニメーションが簡単に、生成できるという形になります。はい、続きましてですね、こちらの H アニメイトなのですが、JavaScript をベースにしたですね、H アニメイト、API というものがありましてですね、そちらを使うことによってですね、複雑な、動きをさせることもできます。どちらかというと、プログラマー向きな機能にもなっているのですが、普通の、まあ、JavaScript を扱える方であれば、例えばですね、標準では、今のところ搭載されていない、音を鳴らしたりですね、あとは、条件分岐をさせて、こういう場合にはこう動かすけど、こういった場合には違う動きをさせるとかですね、そういったカスタマイズが可能になっております。はい、でですね、今回、モバイルデバイス向けですね、について少し、注意点をですね、お伝えしておきますと、ですね、現在ですね、フィルターという機能がついておりまして、例えばですね、先ほどの、ボールなんですが、ボールなんですが、例えばですね、このボールをですね、ぼかすとかいうことができるんですね。で、こちらのですね、プロパティのパネルの中にフィルターというのがあるんですけども、まあ、こちらをですね、適当にこうチェックを入れてですね、で、こちらの値をまあこういうふうにちょっと適当にいじりますと、こういうふうにぼかすことができます。で、これをですね、プレビューいたしますと、こういった感じで、ぼけた状態で動くんですけれども、これをですね、うまく使ってですね、アニメーションに効果を与えたりですね、表現の、幅を広げることができるのですが、こういったものはですね、今現在すべて、失礼いたしました。で、ぼかしの方なんですが、こういったフィルターの機能はですね、今現在すべての環境にですね、表示環境に対応しているというわけではなく、一部のブラウザ、のみにしか対応してないプロパティもありますので、そちらにはですね、まずご注意いただきたいと思います。そういった案内はですね、ここの部分の、注意書きに、この部分のですね、ところにですね、エラーマークが出てまいりますので、こちらの方にですね、注意が出てきますので、そちらの方をご参考いただければと思います。あとですね、素材サイズの方もですね、1024、縦横1024を超えるような大きな、ものに関しては、モバイル上ではですね、意図しない動きになる可能性があるということが、エラー文で出てしまいます。
ただですね、iPad とかそういったレティーナの、対応している、ものに関してはですね、まず、かける2倍の、画像サイズを用意していただいて、それをですね、Edge Animate上でサイズを、半分にしていただいて、くことで、こういったエラーを解消することができます。今のところですね、先ほどの血まみれマイラブのプロジェクトにおきましても、レティーナ対応で、そういった大きな、画像を取り扱っておりますが、今のところ問題なく動作しております。はい、ではですね、続きまして、Edge Inspect CC を、使いながらですね、端末上で、簡単に、プレビューできる、操作をご紹介したいと思います。必要なものはですね、Adobe Edge Inspect CC で Google Chrome 用の拡張機能、あとは、iPad とか iPhone とかそういったですね、スマートフォンのアプリを、まずはご用意していただければと思います。はい、手順は、ものすごく簡単で、インスペクトを有効にしていただいて、Edge Animate でコンテンツを制作で、それをですね、先ほどのようにプレビューをしていただくだけで、スマートフォンとかですね、タブレットで一体どういうような動きをするのかというのことが、リアルタイムに確認していくことができます。はい、では、ですね、ちょっと実演させていただこうと思ってたんですが、ちょっとお時間も押しているようなので、こちらは簡単にちょっとご説明を終わらせていただきまして、あとはパブリッシュの、ご説明にさせていただきます。パブリッシュと申しますのは、先ほど Edge Animate で制作したコンテンツをですね、HTML に最適した形で出力したりとかですね、他のですね、Adobe ツールでですね、使い回すことができるような機能になっております。はい、パブリッシュにつきましては、先ほど制作したこちらのものをですね、パブリッシュ設定というものを使ってですね、こういうふうに、セットいたします。で、今回はですね、まずはウェブの方で、出力してみたいと思いますので、ウェブの方にチェックしていただいて、この状態で、パブリッシュをかけますと、プロジェクトフォルダの中にですね、最適化された HTML が吐き出されてきます。こちらですね、パブリッシュと書かれたものの中にウェブと書いてありまして、こちらのインデックスと申します HTML5 を開くと、こういった形で表示されるという形になります。はい、で、あともう一つですね、ドリームユーバーとかを使ってですね、例えば、よくあるのがサイト上でですね、スライドショーを表示させたいとか、そういったことにですね、Edge Animate を使いたいということも出てくるのですが、そういったものもですね、ドリームウィーバーとかを使って、埋め込むことができます。で、こちらの方もお見せできればなと思うのですが、先ほどのですね、パブリッシュ設定のところから、アニメートデプロイメントパッケージ、こちらの方にもチェックを入れていただいて、保存。で、パブリッシュをいたしますと、今度はですね、同じくパブリッシュフォルダーの中にアニメートパッケージというものが出てまいります。こちらをですね、今度はドリームウィーバーに埋め込んでみますと、挿入のメディアでエッジアニメートコンポジションというものを選ん で先ほど、出力されたものですね、ちょっとこれは前もって作っておいたものなんですが、これを、ですね、入れ込みますと、まるでフラッシュを、埋め込むような形でコードが吐き出されます。これを保存してですね、で、
ですね。ファイルを開きますと、こういった感じですね。これもうちょっと分かりづらいんですが、これも HTML になってまして、こんな感じでサイト上に埋め込んだりすることができるようになります。はい。ちょっとですね、お時間の関係上ですね、かなり駆け足になってしまって、たったはちょっと分かりにくいところがあったかと思いますが、何よりですね、とても非常に簡単なツールになっておりますので、まずご自身で、触っていただいてですね、ぜひですね、タイムライン上とかで遊んでいただければ、その簡単さやですね、まあ、今後フラッシュをですね HTML に変えたいとかですね、 iPad でもですね既存の PC サイトで使われているフラッシュを、見せたいっていうような、ことが、ただ出てくるかと思いますので、そういった時にですねぜひですねこの Edge Animate というツールをですね活用していただければと思います。はい、私の方からは以上となります。ありがとうございました。